の方からお手紙をいただきました。私の名前は何と読むのかというご質問で、改めまして自己紹介いたします。泉昌司と申します。どうか一つよろしくお願いします。さて本日の格闘チャンプフォーラムはですね、 7.29 後楽園大会からガイアハーツオブファイトの模様をお送りいたします。解説はもちろんこの方、週刊プロレス編集次長宍倉清則さん。こんばんは。どうもよろしくお願いします。こんばんは。さて、いよいよ、すいません、はい、冷え濃くて、あ、本当だ、モニターでも真っ黒ですね。そういう状況で来たもんで、それだけ忙しい週刊誌ということで、いや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 、お忙しい中すいません、はい、本日もよろしくお願いします、はい、ます。さて、そしてゲスト選手の紹介に移りたいと思います。もうすっかりスタジオに馴染んでいます。まずはボンバーヒカル選手。どうもこんばんは。こんばんは。会場のマイクじゃないんですかね。いや、もうすっかりもう馴染んじゃって、もうセンター位置でビシッと。また今日もいろいろとお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、後ろに控えている若い選手の紹介に入ります。まずはスタジオ2回目ですね、長嶋千佳代選手。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今日は言いたいことがいっぱいあるんじゃないですか。はい。さて、それでは次の選手、ついにデビューを果たしました沼尾真希恵選手。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇野選手、はい、まずはデビューおめでとうございます。ありがとうございます。今日は試合を振り返っていろいろお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、次長、はい、いよいよ旗揚げ第4戦、はい、なかなか状況的にもう旗揚げ第何戦という数え方も適当じゃなくなってきたかなっていう感じもするんですが、うん、まあそうですね。ただ今まで3戦が全て強力だったんですけど、はい、まあ、今回そういう面でちょっと、まあ、カードメンバー的に落ちるかなっていうのは正直なところなんですけど、うん、という部分で、はい、でどうなるかなと思ったんですが、蓋を開けてみたらこれがまたまた超満員ということで、はい、一体この人気はもうどこから来てるのかなっていう感じなんですけど、まあ、これから試合を見ていただければその秘密が結構解けてくるんじゃないかという気がします、はい、まあ、正直言ってなかなかメインの発表があった時にはえっという反応が、いや、それは当然だと思いますね。ありましたが、ところがところが試合はという、はい、ああいう状況でしたね。そうですね。ああいう状況になった試合は後ほどゆっくりご覧いただきますが、まずはこの試合からご覧ください。ガイアネオソウルバトル15分一本勝負、里村芽子対中野千尋。さて、次長、はい、中野選手は旗揚げ第2戦でデビューしたんですが、ええ、残念ながら第3戦ではラインナップに入ってませんでした。はい、で、まあ、巻き返しを図ってという第4戦での、これが第2戦目になりますね。そうですね。ただ、まあ、これ年齢はともかくとして、とにかく里村選手はもういわゆる新人の中でほとんどトップグループというか、はい、そういう存在ですから、これ、まあ、中野選手2試合目としてはなかなか厳しいというか、そうですね、まあ、あえて里村にぶつけたという意味合いもあるんでしょうけれども、あるでしょうね、はい、なかなかデビュー戦では硬くなっていたのか、なんていうんですかね、非常に積極性に欠けるように見える場面もあったんですが、今日の試合は果たしてどうなるかという部分で注目したいと思います。まあ、中野選手は要するにはい、いわゆる浜口ジム出身のね、はい、まあ、選手なわけですけど、まあ、いわゆる気合だという、はい、おっと、ここで逆に、しかし、これは出した、あ、逆に中野が逆に、これ見せ場でしたね。これはなかなか2戦、第2弾のデビュー戦では見られなかった。おっと、2バット、今日の試合はなかなか中野が積極的ですね、いや、これ気合対決なんですよ、正面では、本人も常日頃から、おっと、ここで逆十字、まあ、伸びてませんね。
やはり入り方も一枚里村が上かというふうにも見えますが、まあ、しかしでも先にロープエスケープ奪ったのはいいんじゃないですか。本場選手、はい、ドイツも道場で、はい、練習を見てると思うんですが、はい、本場選手の目からご覧になって、はい、中野選手どうですか、デビュー戦から比べて。そうですね、少しはもう相手のこう技とか研究してると思うんですけれども、やはりある程度の進歩は見られると。はい、そうですね。さあここから反撃見せれるか、とフライングショルダー、あ、得意だね。これが出ると里村は自分のペースに持ち込めるんですね。レフェリー FMW の伊藤豪雨のカウントは1。でここで飛びつきの、うん、あ、鮮やか、ここで、あっと鮮やかですね。これは完璧に決まってしまいました。2分41秒腕式逆十字固め。残念なことに中野デビュー戦の黒星の雪辱を果たすことはできませんでした。さて続きまして、これがデビュー戦となります。沼尾真希恵対長島千佳代。モンバさん、はい、沼尾選手のコスチュームっていうのはこれはシューティングスタイルと言っていいんでしょうか。そうですね、これまでの新人選手とは随分趣が違うようなんですが、はい、そうです。やはりこれは沼尾選手が空手出身という部分もかなり影響してるんでしょうか。はい、多分そうだと思います。いや、次長なんかプロフィールがすごいんですよね、沼尾選手っていうのは。そうですね、全空連、全日本空手連盟の初段、そしてこれがすごいですが全自衛隊空手道連盟の2段、自衛隊にいたんですね、沼尾選手。はい、自衛隊出身ということになりますか。はい、はあ、そして全国海上自衛隊空手道選手権大会個人組手の部で優勝すごいですよ、これ。かなり漢字がね並んじゃうんですよ、沼尾選手のプロフィールの場合。ここで飛行機投げ、まあ、経歴を見る限り、ね、その新人離れしてるっていうか、はい、まあ、最初思いましたよね。沼尾選手は自衛隊に入ったというのはどういう目的で入ったんですか。空手を続けようと思って入りました。はは、なるほど。空手というのはいつ頃から。高校生に入ってからです。なるほど。そして高校卒業して自衛隊に行って空手を続けたと。はい、なるほど。そして自衛隊を辞めてプロレスに入ると思ったんですか。はい、はは、なるほど。そうすると自衛隊を、自衛隊にいるときにガイアの旗揚げを知って。はい、そうです。なるほどね。いや、次長、はい、実はこの沼尾選手、まあこれ隠してもしょうがないんですけど、現在22歳なんですよ。でもかなり年齢的には、まあ、他の選手と比べても上になっちゃうんですけども、誕生日がですね1973年の4月15日ガイアジャパンの旗揚げ戦の日なんですよね。忘れもしない、はい、はい、ですからそういう意味では本人にとっては素晴らしい誕生日になるはずだったんでしょうが、残念ながら旗揚げ戦にはデビューを果たせなかった。その辺の思いを今日のデビュー戦でどれだけぶつけるかという部分、沼尾選手、はい、かなり思いはあったんじゃないですか。はい、ありました。やはり旗揚げ戦に名前がなかったっていうのは、まあ、悔しい思いとか寂しかったとかいろいろあると思いますが。はい、悔しかったです。多分これ、まあ、もう想像ですけど、はい、まあ、彼女それだけの年で、はい、まあ、ガイアさんが取ったというのは、はい、やっぱりそれだけのこう期待がきっとあるんじゃないかなと、思うんですよね。そうでなかったやっぱり普通なるべく若くて、はい、まあ、体が大きくてっていうのはこれやっぱり条件ですから、それをあえて彼女を取ったというのはやっぱりそれだけのその経歴というかを変われたんじゃないかなと思いますね。
ボンボ選手、はい、私たちはやはりあの沼尾選手の試合というのは初めてなんでよくわからないんですけども、はいはい、ボンバさんから見て沼尾選手というのはどういうタイプの沼尾ですか。そうですね、なんかこう引っ込み思案なんですかね、あんまりこう目立とうとしない、はい、自ら目立とうとしないタイプなんですよ。あーなるほどねおとなしいって言えばおとなしいんですけど、ね、もう少し我が強くてもいいんじゃないかと、そう思います、いう先輩の意見がありましたが、沼尾選手いかがですか。はい、おとなしいですね。はい、おとなしいですまあでもデビュー戦ですからね、まだそうですね、まあでもそのもう少し我が強くてもいいんじゃないかというのは一方の、まあ、長嶋選手にも言えることですよね。ニコニコしてますが、いやでもね、試合では長嶋選手、かなり、はい、あの負けん気すごい出してますよ、はい、今までの、あの沼尾選手の本格的なキックに対抗して、もうガンガンストンピングで、ねはい、対抗したりとか、こうなったらいいと思いますよ、まあ、私、個人的な要求としては、もう少しスタジオでも頑張ってほしいなという、はい、気持ちはしますが、まあ、それはなかなか、いや、自分、おとなしくはないです。それではおとなしくないところをバンバン今の時間で出してくださいさてボディスラムからホールインいくが、これまた本日デビューの伊藤幸子レフェリーのカウントは2。とりあえずこの日はこの試合だけでしたね、あのそうですね、はい、レフェリーデビューというか、まあ選手と比べてやはり地味な存在になりがちですが、でも見たところなんか レスラーみたいでしたよなんかそうですよねなんでレッサーにならないのかなと思ったぐらいで、とローリングヘッドボットをかわされたご張り手で返す、ここからアットエルボーを返して、そして背中にキック、沼尾選手全空連ですとか自衛隊の空手というのと、まあ、こういうなんていうんですかね、キックボクシングのような蹴りというのはかなり蹴り方が違うかと思うんですが、かなり練習は積んだんですか。はい、長与選手に教えていただいて、あ、長与選手直伝のキック、あのレガスは、はい、長与選手です。贅沢ですね。そうですね、素晴らしいですね、そういえばやはりあのコスチュームはね、あのこれまでのデビューした新人とはかなり違うんですけど、これはボンバー選手、はい、何か意図があっての、はい、これは水着の色がなかったんですよ、はい、沼尾に合うのが。あーなるほどねこれまでね各選手のカラーといいますか、そうですね、おっとここで飛びつきを、おっと海底エビ固めでカウント3を奪いました。12分5秒、海底エビ固めで長嶋千佳代選手が取りました。沼尾選手残念ながらデビュー白星というわけにはいきませんでした。沼尾選手、はい、試合振り返っていかがですか。反省するところばかりです。反省するところが大ということですが、それはまた道場に戻っての課題ということですね。はい、長嶋選手いかがでした。はい、相手はキックで来るので自分はレスリングで攻めようと思ったんですけど、はい、やられてしまいました。パンクラッシュ、ファンクラス、格闘技プロレスファン待望のハイブリッドレスリング、ファンクラスがガウラに登場。巧みな連続技や一瞬の観察技が勝負の世界。厳しいトレーニングを通してゲスト選手の続いてはモストファイティング G vs J 15分一本勝負、あ、失礼いたしました、これは30分一本勝負なんですね。上松俊恵、加藤園子対 JWP 宮内智子、小林智美の一戦。
次長、はい、宮口がいよいよガイアマットに。そうですね、宮口はこれまでガイアと接触したことがなかったんですよね。そうですね、初めてですね、あっと、つかかっていった。しかしここは J に切り返される。まあ、小林選手も初めてでしょう。小林選手はですね、両国で、いや、あの両国は、まあ、ジェダのガイアのマットには初めてですね、なんで、で本人は JWP マットで両国大会でフォールを取られているので、今日はガイアのマットで自分がフォールを取られていると。いや、僕はね、あのガイアのリングに出るということをすごくこう、興味深く見てるんですよ。はい、だからガイアのリングに立つことで、結構見方が違ってくるっていうか、同じ選手でも、なるほど、そういうふうに、見てるっていうか、はい。あっと、ブレイク娘の小林がいきなり飛ばしている。長嶋選手から見て、まあ、長嶋選手も JWP の選手と試合してますけども、はい、JWP の選手、特に、まあ、小林選手と当たってますよね、両国で、はい、どうですか、イメージ的に。迫力がすごいです。まあ、あと体がみんな大きい。あ、なるほどね。まあ、しかし確かに小林は迫力あるでしょうね。もういわゆるあの絶叫がすっかりトレードマークというかなってますよね。もうあの声を聞かないと小林の試合を見た気にならないっていうファンも多いみたいですからね。さて、加藤が小林、おっと、これは珍しい、膝が出ないですか。これはあまり今までの対抗戦でもガイアマットでも見られない技ですね。はい、僕は、ね、先ほどなぜ初登場にこだわったかというと、はい、やっぱり、まあ、敵地ということはあるんですけど、逆に言うとね、敵地というよりも、はい、あの自分のところよりもなんか伸び伸びとして見えるんですよ。あ、なるほど、前回おっしゃった、選手が、はい、で、あの、まあ、JWP の、あの会場っていうのは常に何か先輩たちがセコンドにこうついてるんですよね、はい、これあれがすごく印象に、まあ、残るというかなんか気になるんですけど、はい、まあそういうのがないわけじゃないですか、となんかね、やっぱりまあ、その悪く言ったら呪縛っていうんですかね、そういうのがない分すごく伸び伸びとして見えるんだよね。まあ、ある部分でのプレッシャーがなくなって、はい、だから今度新潟大会ですか、奥選手なんかはやっぱりこれガイア初登場になるんですよね、はい、そうですね、そうですね、やっぱり、ね、その中で見方が違うんですよ、はい、そしてもガイアのマットがどうなのかなってい こう違い見方が出てくるんですよね、はい、だからそういう面ではもうこのタッグというのは、まあ、両国の6人タッグからつながってるんですけど、非常にやる前から期待が大きかったですね。さて、ここで加藤がドロップキック。無能選手はこの試合セコンドから見ていたと思うんですが、はい、JWP の選手に関してはどんな感じですか。やっぱり体が大きいので、うん、迫力があると思いました。なるほど。で、そしてボンバー選手にもやはり伺いたいんですが、はい、そうですね、やっぱ体が一番あれですね、もう一回りも二回りも大きいような気がします。やっぱりあの直接ぶつかったり間近で接すると、はい、それだけ、うちの子はすごいなんかちっちゃく見えます、子供のように。と、これが小林の飛び技、変形のアトミックドロップで、これかなりダメージが大きいから、バックを取って、これなんですよね、これクラシックの技ですよね、はい、あんま今時おっと、クラシックスリーだと言ってはなんですが、絶好調の時には必ず出るココナッツクラッシュ。ボンバーさん、失礼いたしました、話を中断してしまいました、はいはい、いえいえ、やはりそれだけイメージとしては大きいんですかね。そうですね。いや、でもですね、まあ、JWP の新人たちは、はい、このガイアン出る前は非常に小さいって言われてたんですよ、と思われたんですよ、だから、まあ、しゃべってみちゃうと、あのガイアンの新人たちは非常に小さいんだね、さらに小さいということか、はい、なんですけど、
だからただこの試合を見ても明らかに体格差がもうはっきりしてるんですけど、はい、まあ、それを補う迫力を見せていると思うんですよね、はい、またまあそれで対抗しなきゃいけないっていうか。さて、そして今上田から加藤にタッチ、おっと宮内が背後からキック。あと加藤は試合前に今日は30分一本勝負なのでスタミナが持つかどうか心配だと言っていましたが、今のところその心配はケウに終わりそうです。ここから出るかブルドッキングヘッドロック、この見事ですね、コーナーを利用しての、ね、はい、しかし観察コーナーから激を飛ばす小林、そして一サット小さいこの上松の見事なフライングボディアタック、しかしこれはカウント2で小林がカット。確かに体は小さいですが、この上松などは迫力が素晴らしいものがあります。ここで加藤がコーナーからミサイルキック、しかしこれは誤爆、コスキン宮内が反対側のニュートラルコーナーからミサイルキック、そして小林のダイビングプレス、危ない危ないカウント2。ボンバーさん、上松かなりきつそうですね。そうですね、結構やられてますね。と、これは珍しい、これ稲妻ですね、稲妻レッグラリアと言ってしまっていいですね、一応これ初公開じゃないらしいんですけど。そうですか、でも、まあ珍しいですよね、はい、非常に新鮮に映りましたね。ここでキックで動きを止めて、そしてこれまたクラシックですね、バックスピン、そしてバックリップで、バックリップ、アニマの浜口ってことですね。おっとカウント3入ってしまいました。これはちょっと意外という感じもしましたが、20分34秒、片エビ固めで宮口智子がボールを取り JWP チームに外観が上がりました。これはちょっと残念な結果ですが、しかしやはり JWP チームが意地を見せて、まあ、宮城選手は総制覇の準優勝ですからね、はい、やっぱりその意地を見せましたね。そうですね、まあ、結果的に準優勝だったんですが、リーグ開幕前は大本命と目されていただけに、 その雪辱もここで果たしたかったかと思います、うん。まあ、上松はちょっと順調にこう来ていただけに、はい、これちょっとやっぱりショックがあるでしょうね、でもまあそれをまたバネにしてほしいと思います、はい、そうですね、やはりボンバーさん、そういう、まあ、壁というか挫折というのはやはり長生きは必要ですよね。そうですね、いくらでもそういう挫折はあった方がいいということです。私も大好き、ハローショッピング。やめたくってもやめられないこのタバコ、何度チャレンジしても禁煙できなかったという人に、中国4000年の英知が生んだこの禁煙香油、匂いを嗅ぐだけで吸いたい気分も消え失せてしまいます。効果は喫煙者のみが確認できます。原料には中国原産の36種類の植物からなる混合エキスを使用、とっても素敵な香り、ベルギーで開かれた世界初名店で金賞を受賞、欧米でもブームです。形もライター型で携帯にも便利です。タバコと縁を切りたい方は禁煙香油、お値段はジャスト8000円でお届けします。とっても素敵、ハローショッピング。お申し込みはフリーダイヤル 0120-5555-62 0120-5 が4つの62。ファーストクロスガイアブラ、60分一本勝負、カオル対ボンバーヒカル。市長、はい、いよいよここに来てガイア勢の、これはやはり新人以外では初めての絡みということですが、
そうですね、まあいわゆる、まあ、あんまり言葉は使いたくないんですけど、まあ、ガイアでの上3人ですよね、はい、まあ、長代薫ボンバーという上3人、まあ、それが僕の新人ですから、はい、まあ、この上3人による対決が、まあ、これ初めてなわけですよね、で、まあ、セミファイナルと踏まれて、はい、だからまあ実質上の、まあ、真面目に言うとナンバー2争いというか、になるんですけど、これが結構展開が非常にちょっと予想と変わってきたという感じになるんですよね、まあ、確かにこれまでの、まあ、なんと言いましょうか、ボンバーワールドと言いますか、ああいう試合を期待するお客さんもいるかもしれませんが、しかし薫選手、試合前には、まあ、ガイアのカラーは出したいけれども壁はあそこ高い方がいいと、私はその高い壁になってボンバーを今日は潰しますと言っていましたから、なかなか難しい展開になるかなという予想はしているんですが、ボンバー選手、はい、ついに、はい、後楽園で薫選手とぶつかったんですが、はい、手応えどうでした？やっぱりやられちゃいました。もう結果が分かってしまいましたね。あ、すいません。私、あの旗揚げ戦では、はい、ボンバー選手試合後通路で薫選手に抱きついてましたよね。はい、薫選手が客席まで出てきて通路でボンバー選手を迎えて、ボンバー選手は涙ながらに薫選手に抱きついてました、はい、その薫選手と今日ついにぶつかると、はい、いうことで、試合前の思いっていうのはかなり大きなものがあったんじゃないですか。はい、やっぱりあの薫選手を超えて、やっぱり長代選手に少しでも近づきたいっていう、はい、そういうのあります。さて、ボンバー苦悶の表情でロープに手を伸ばすが、一方それを見つめる薫は、これは余裕の表情か。しかし苦しそうには見えますが、次長、はい、何かしらやはりボンバーの世界がそこここに見え隠れするといった感じですが、まあ、結果的に言うと、あのもうボンバーワールドでしたね、この試合は。はっきり言って、あのだからね、それもおそらく賛否いろいろあると思うんですよ。あの、やっぱりナンバー2争いとしての、はい、あのシリアスなのを見せてほしかったというのと、またそれはいろいろあると思うんですけど、まあ、プロレスの場合見る人で違いますから、はい、あるんですけど、はい、まあ、この場合は僕はこれでよかったんじゃないかなという気がします。というか最終的にはやっぱりあのお客さんが来てるもんですから、あの実際この試合非常に盛り上がってました。あのそれは確かにそうです、ということはこれでよかったんじゃないかなと、はい、まあ、この時点ではですね、でまた次にやるときはまた状況は変わってくると思いますし、まあ、当然ボンバー選手、これは状況変わってきますよね、この次は。はい、さて両者一層も手につやが、レフェリーのチェックが入る。これですか。おっと、ここでボンバーの人の良さが出た。やはりインサイドワークでは薫が1枚も2枚も上か。これはカウント2。しかしボンバー選手、あそこで椅子で殴りかかるというような攻撃も、はい、実は私個人的に期待してたんですが、はい、なかなかそこまでは。結構頭悪いんです。カオルが釣り天井に行こうとするが、これは無理だと思ったんですよ、どう考えても。ボンバー選手、ところがやっちゃうんですよね。ヘッドで上がるのかと思いましたが、見事に。いや、これ素晴らしいですよ、本当。マジでカオル選手は、あの、はい、膝手術したばかりですからね、さすがにやっぱり腰に来たみたいですね。あのやっぱり、
島田望未、おっとここでパーソナル、これはちょっと危ないか。ボンバー選手、今のパワースローマなかなか回りきれていなかったようにも見えたんですが、はい、すいません。そしてフレンスピンからこれは回る回る、そして叩きつけて、おっとボンバーワールドですね。ボンバー選手実は目も弱いんです。そうですか、はい、そういうことしかないですよ、はい、かなり余裕があるようにも見えますけどね、ボンバー選手。まるでボンバー光るヘッドバット受けてるの。おっとここで反撃、前回の後楽園でアピールしたあの頭の硬さをここでいかなく発揮できるか。おっとここで、おっとボンバーが落ちた。そしてカルがニュートラルコーナートップへ、ボンバーがエプロンに上がってきた。ここでおっと、これはカオルならではの綱渡りドロップキックでも言ったらいいんでしょうか。ここでニュー、あっとこれはかわされたか。ボンバーはすでにお客さんの飛べという声に応えたんでしょうか。これはエーゲンなんですよね、全日本のエーゲンがやるパターンなんですね。飛ぶと、まあ、見せかけて、まあ、誰も飛ぶと思ってない、飛ぶとは思ってないんですけどね。ところがこれにはオチがあると。ここにはオチがあると。ここで飛んだ、これが飛んじゃうんですよね。まあ、この瞬間永遠遥かを超えたと言っていいんでしょうかね。いや、まあそれはまた問題が違うと思いますけど。あ、違いますか、失礼いたしました。ここでトップロトグヨシの回転右肩目はカウント2。まあね、ボンバー選手の場合、はい、そのマイクのあれからあの女らしい木村敦子はよく言われるんですけど、はい、この日の試合を見たらね、むしろ危ない、あのイメージ的にはなんか女泉だって感じですね。なるほど。同じ全日本の、ラッシャーにしても永遠にしても泉田にしても、ボンバーの色は全日しかとか。でもカウント2、いや、この泉田っていうのはね、かなり褒め言葉なんですよ実は。なるほど。つまりこういう一見お笑いというかね、はい、笑わせてるんだけども実は非常に自力を持っていると、はい、いざという時にはそれを出せるという、その証明があるわけです。泉田選手にしてもやはりあの普段お客紹介入りはしていますが、やってるんですけど、若い者同士の下になるとガラッと変わるんですね。ここでスワンダイブのトアンザリキック、これはカウント2で自ら起こした。しかしこの技にしてもカオルのバランスというのはすごい。おっと危ない、いや、これはちょっと、これは聞いたでしょう。これはいかにボンバーといえど、かなりダメージがあるんじゃないでしょうかね。ボンバー選手どうでした？はい、ダメージあります。相当。相当。はい。なるほど。と、これ。またしても投げっぱなし。またも自ら上げる。何を狙ってるんでしょうかね、カオルは。とスイングディリティか、うまいですね。フェースクラッシャー気味に決まった、非常にうまいですね。しかしそれでもカウント数で返すボンバー。いや、カオルは本当ね、一つ一つの技がすごいキレがいいですよね。そのキレのいい技を食らったボンバー選手どうですか。こうやって試合を振り返ってみて、おっと完全に試合に見入ってますね、ボンバー選手。はい、いやー、やっぱ3連発来たと思いますよ、かなり。もう成長ブレインバスター、いや、もうこれで終わってもいいんですけど、ここでホールには行かずトップロープになり、素晴らしいダイブだ。素晴らしい。
ここでカウント3。これは素晴らしい。見事というしかないですね。23分10秒、スワンダイル式のムーンサルトプレス、カール選手の勝ちです。いや今のフィニッシュは本当にね、はい、私が言わせたらもう丸々2ページに載せたいぐらいの鮮やかな技でしたね。なるほど、非常に業界ならではの表現ですね。まあ、週刊誌で2ページというのがどれだけのものか、ボンバー選手もお分かりかと思いますが、そのぐらい素晴らしい技でした。ボンバー選手、この時カオル選手は何か声をかけていたようですが、はい、多分大丈夫かって聞いたんだと思うんですけれども、多分ということは大丈夫じゃなかったですか。はい、大丈夫じゃなかったんですね。あ、目は大丈夫じゃないみたいですね。カラムシュ、今日は真面目に言います。今度はムーンサルトで飛びますよ。ムーンサルトですか。はい、明日から練習します。明日から練習で練習に入っていますか。はい、なるほど。じゃあムーンサルトを期待して、次は中国のお土産、あの今話題の痩せる石鹸をもらってよかった。しました。本日のファイナルマッチ、ストップ・ザ・デンジャーファイト60分一本勝負、バッドナース中村対長湯千草。おっと、今バッドナース中村がガイアジャパンのポスターに、これは何でしょうか、リングの組み立てに切ったカラオケ何かでしょうか。ガイアのポスターを切り裂いています。いや、これはなんとも言えないシーンでしたね。リングに上がった長屋の前でバットナース中村はセンターポジションを取っている。そしてさらに外野のポスターに狂気を突き立てる。バットナース中村、試合前、長屋には地獄を見せてやると言っていました。リングを呼ぶスマイヤー、これリンガラ危ない。おっと、リンガラ、雲野さんも大丈夫でしょうか。ここでデビル正美ならば梅干し殿下逃げろというところだが、しかしバットナース中村さらに追い打ちをかける。長井雄選手がうずくまってます。おっと、シャークス土屋が、これおっと、これは長屋の額に狂気を突き刺してますが、まあ、自称、しかしこれはある程度予想された展開ではありますね。いや、予想されたことですね。あの、いわゆる猛毒隊っていうんですか、はい、マットドッガーミーですか、はい、まあ、当然試合が出てくるということは予想です。おっと、長屋すでに大流血、
した車が。ああいう中佐はストリートファイトをやる相手は尾崎工藤めぐみだけだと、バットナース中村には今日プロレスを教えてやると言っていましたが、しかし立ち上がりは防戦一方。ここだ、危ない、顔面を狙っているのか。ルーサイドが試合、おっとレフェリー投稿、危ない。まあ、この日の試合は、まあ、1試合の以外は全部この FMW の伊藤剛レフェリーがさばいたんですけど、まさにこの試合見てるとなんかもう FM の世界って感じですよね。はい、ダイヤの世界の FM の世界に今進められてるというか、土屋からチェーンが落とされた。いかにこれを世界を変えてみせるかっていうのがこれまたこの試合のテーマだと思うんですけど、いや、それにしてもよくこのカードがメインに組まれたなというのはもうです、ね、本当に今思ってもなんか驚きというか、私もカードが発表された時点ではどうもしっくりこなかったんですが、いや、僕は変な期待ありましたよ。だから逆に、あ、そうですか、なんていうんですかね、もうだからある意味長与千草の、はい、腕の見せ所なんですよね。なるほど。一言で言ったら、これを名イベントとして成り立たせるかどうかっていうのは、はい、長の、まあ、腕の見せ所というか、はい、ボンバー選手、はい、こういう展開なんですが、はい、そうか、セコンドとして、まあ、手を出しちゃいけないわけなんですが、はい、どうでしたこの中村選手に対して。なんかやっぱり FM に FM を見に来たっていうか FM にいるみたいですね。なるほど。確かにリング上で展開されている試合の光景はいつも FMW のリング上で展開されている試合のようですが、しかしここはガイアのマット、鉄はなかなか止まらない。そしてさらにチェーンを20、30に巻きつけて場外へ。もう完全なもう狂気オンリーで勝負してますよね、はい、これは、長嶋選手も今セコンドとして間近にいますけれども、目の前で長嶋選手がこういう攻撃を受けているというのはどうですか。自分でやりたい人に、そうでしょうね。しかしなかなか反撃に転じることができない長与。こちらで殴る。これはかなりダメージが蓄積されているようだ。ここで客席やっと思い出したかのように中佐コールが起きるが、これバッドナースなんですけどね、はい、単にこの格好だけじゃなくて、はい、まあ、お前がお前だけどはまだ知らんぞ、まだこれがお前だったら、もうどんどん受けが立ったら、まだ何でも持ってこいということですよね。まあ、まだそんなに狂気が受けて今度は角材を持ち出した、そんなに狂気でやりたかったら何でも持ってこいと、そういうアピールですよね。本心の力を込めて投げつけるバットナース中村、まあ、ボンバー選手、白材で殴られたことはないでしょうけども、はい、まあ、こういう場合逆にあいぶな折れてしまった方が楽なんでしょうね。そうでしょうね。折れない場合はやはりダメージが直接体に、はい、めちゃめちゃ痛いと思います。しかしこれはあっと、ここで回し蹴り一斉、そして奪った角材で、しかし長代はこの狂気をどこまで使うものか。この狂気を使ってしまったら長代は FM の色に染まってしまう。音、こんなものはいらない。
そうです、永井はプロレスを教えると言ったんです。へし折って鋭利な凶器にして正永への人に突き刺している。さあレフェリー統合に土屋がちょっかいを出す。ああ永井よ、しかしその凶器は使ってはいけない凶器だ。しかし自称、これでおっと今度場外へ。南側の客席を駆け上るバットマス中村、それを追う長与だ。これで長与は今度もずプロレスだ。バットナース中村というのも FMW の魂という言葉を出されてしまっては、さあこれ見守りですね。再度確実に渡すが、いや中村の表情に変化は見られるようだが、と狂気を捨てた。バットナース中村が土屋を拒否しているのか。すごい快楽ですね。レスリングショーゴット、ここでパズレバットナース中村がレスリング勝負に出た。本田さん、どうですか、はい、このバットナースの変化というか。はい、そうですね、永井選手のその言葉で目が覚めたかのように。まるで今までの試合展開が嘘だったかのように。リングゾーンは最初の夫バックループ、しかしフォーラスクとなって逆にバックとってジャン。この決断した時なんですけど、はい、まあ、このペイントであんまりよく分からなかったんですよね、か、あの中村は本当にすごい泣いてたんですよ、はい、よくよく見ると。多分ね、そこにはいろんな気持ちがまあ混ざってると思うんですけど、はい、セカンドロープからのミサイルキックは、これはバットナース時点のナース中村がよく使っていた技ですね、やはり気持ちの変化と同時にファイトもレスリング勝負に出たいという気持ちがフェイスクラッシャー起きているんでしょうか。でも中村は実際ね、すごく良くなりましたよ、はい、この、まあ、鬼田選手が引退した笠木球場ですか、はい、その時に、まあ、工藤選手とやったんですけど、これは非常にいい試合として認められてますし、はい、あのレスラーとしてもすごく変わってきたっていうか、やはり確実に成長していると、やはり7人としてはその辺を見越してのメイン
まあ、起用といいますか。あ、いや、それはあると思いますよ、うん、ある程度、要するにできるはずだと、はい、お前はできるはずだと、そういうあれがあると思いますね。側頭部にハイキックを食らっても立ち上がる。今もまたね、この土、まあ、シャーク土屋前止まりいますけど、はいはい、この2人今ね、女子プロ界でおそらく最低の日々じゃないかと思うんですよね。ある意味じゃ、そうですね、本当に憎まれてるっていう、そういう存在になりつつあるのね、はい、でも、これはこれはフィニッシュだ、フィニッシュです、ランニングスリーダーで、これがランニングパイレーツ、最後フェイスバスターじゃないですね、はい、フィニッシュとしてはあまりにもあっけなさすぎるというふうにも見えますが、しかしこれはやはり真っ向勝負を挑んできたバッドナース中村に対する長代の、まあ、礼を尽くした攻撃と、そうですね、いいでしょうね。最後は新技ランニングパイレーツでバッドナース中村を下しました。そして今長代がマイク持って、中村、いいことで一つ教えながら、プロレスは試合するのは試合するほど難しいけど、試合するのは試合するほど楽しくなるんだぞ。プロレスできんじゃないかよ、十分だ、それでもフェルダブルだ、そしてぶっ飛んだよ、こっちは。土屋にアピール、全く動じなかったっていうか、バッドナースが変化に巻き込まれるかと思った土屋ですが、また FMW との新展開が見られそうです。いや次長、はい、まあ、こうやって振り返ってみると、またしても長代千草のアンビリーバブル見せつけられたなっていう感じですが、はい、そうですね、まあ、とにかくこの日の興行に関しては、はい、僕あと2時間ぐらい喋りたいんです。いやあ、そうだ、ちょっとそこかいつまんで、まあ、そうはいかないと思うんで、でまあ、とにかく FMW との構想これ、まあ、始まって、次は、まあ、タッグで勝負だという話が出てるんですよね。で、まあ、向こうは当然土屋前止まり組となってくると、かなりパワーがあるんで、はい、もうこの辺りでジグサーのパートナーが、まあ、誰なのか、新人を起用するのか、それともパワーならパワーにとどめボンバが出るのか、まあ、この辺に注目したいところなんですけど、なるほど、さてそのボンバー選手、
ついに薫選手と試合をして、はい、これからいよいよ上に食らいついていくという段階ですが、はい、いかがですか。はい、どんどん上に狙っていこうと思います。ガンガン、はい、なるほど、期待してます。はい、さて長嶋選手、はい、自分の試合を含めて今日振り返ってみていかがですか。やっぱりまだまだなんで、はい、一生懸命頑張りますので応援してください。応援してくださいという声がかかりました。さて沼田選手、はい、ついにデビューを果たしたわけなんですが、はい、デビュー戦の感想は。蹴りがまだ全然できてなかったんで、もっともっと練習して蹴りで有名になれるようになりたいです。頑張ってください。はい、さてここでプレゼントのお知らせです。今日のプレゼントはちょっと趣向を変えまして、生写真付きサイン入り色紙、こちらを5名様に差し上げます。そしてさらにポスターをですね、大阪大会と後楽園大会各5名様、こちらもサイン入りで差し上げます。宛先はいつものようにこちら、どしどしご応募ください。さて自称サインすると、これからもまた目が離せなくなってくると。そうですね、まあ、次の登場が9月23日ですか。はい、まあ、それまでの選手の成長ぶりっていうか楽しみですね。はい、今日の後楽園大会ご覧いただきましたが、それから新潟大阪大会を経て次回9月23日のガイアの興行がございます。またこちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。3選手も引き続き応援をお願いいたします。そして週刊プロレス並びに格闘チャンポーラの今後ともよろしくお願いいたします。私も大好きハローショッピング。お申し込みはフリーダイヤル 0120-5 が4つの60